えー、こんにちは。えー、2023年、えー、センタシールールとしては久々なんですけど、えーと、ちょっとまた黄色の違うことやってみようかなと思って配信をします。で、今回は、えー、C コンパイラーを作ってる人たちが何人もいるんですけど、そういう人たちが作ってるもの,のの OSS の実装の一つにチビ c c という実装があって、 で、それを、まあ、ドットネットに移植してみようというようなことを、えー、何回かに分けて、何回かという、もうかなりかかりそうな気がするけども、まあ、地道にやっていこうかなと思っています。まあ、コンスタントにできればいいかなと思ってるんですけど、まあ、今のところあんまり、あの、きつく縛ったりとかいうようなこともなくやっていこうかなと。まあ、今日、えー、1月4日なんですけど、えー、と、なんか体調ちょっと崩しちゃって、 なんで、まあ、あの、今日、しょっぱなから、なんか、そう、ファーストコミット・ドッ n e t ト飲食できるかというところがポイントかなと思ってるんですけど、やりきれるだろうか、ちょっとわかんないですけど、やっていきたいと思います。で、えっ、ー、と、チビ CC の前に、えっ、ー、と、このチビ CC を作った人が、えっ、ー、と、ルイ・ウェアマという、あの、割と有名な方なんですけども、えっ、ー、と、この人昔からなんか C コンパイラ作っていて、で、えっ、ー、と、今、ここの、 あの画面に見えているキーターの、えー、と記事がまあ何かやってることをなんかこう日記にして書いた 2, 2ヶ月ぐらいなんかやってたみたいなんですけどこの時の処理系が 8cc っていう C コンパイラーを作るっていう話だったんですね。でこのあとどうも 9cc という実装を作っていて処理系を作っていて。 で、9cc からさらに今は GBCC という実装に移ってそちらを作って、で、これが2020年ぐらい最後にコミットで、えー、と終わってるんで、ちょっとステータスがあのどういう風なのかまだ全然追ってもいないんですけれども、まあ、ちらちら見てみたらなんか面白そうだなと思って、で、作ってみようかなと思った次第です。で、もう少しなんか C コンパイラーについて、ドットネット界隈で、えー、と内容を掘り下げていくとですね、 えっと、ドットネットで C コンパイラーというと、あの、一番有名なのは C++CLI ですね。これはあの、マイクロソフトの実装なんですけど、えっ、ー、と、残念ながら、まあ、Windows 限定と。で、測れるバイナリーも、その、おそらくそのビジュアル C++ と密に統合している関係で、例えば Linux とか他のかんかの環境で動かないし、もちろん、その C++CLI のコンパイラーが出力したコードというのは、いわゆる ネットであの考えられているそのポータビリティにあの適合しないということで、まあ、今2023年になったばかりですけども、まあ、徐々にその、まあ、レガシーなのレガシーの扱いになっているという感じですね。で、他にもまあそういうことをあの まあなんとかその .net でその C コンパイラーって <laughs>、ちょっとゲテ者的な感じはするんですけど、そういうことを考えてる人たちは他にもいてですね、あの、あの OSS の実装でいくつかあの試みをして,している方たちもいるということで、で、私の場合、まあちょっと一からちょっと C コンパイラーはさすがにあの、辛いので <laughs>、あの、つまり書くとかいうのは地道にやってったらできるのかもしれないけど、まあなんかすごく遠そうだよなって思ってたのと、 この、えっ、ー、と、ルイ・ウェア・マ氏が書いた、そのシーシーを土台にしたら、まあもしかしたら、なんかいいところまで、あの、コツコツとやっていけばいけるのではないだろうかみたいな、ちょっと淡い期待をしていてですね。で、まあ、あの、書いてみてもいいんじゃないか、試してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思った次第です。で、えっ、ー、と、ちょっとその紹介をするとですね、シーシーが今、あの、こういう、 あの GitHub の,あのリポジトリでホストされてますと。で、えっ、ー、と、これを、えー、Git クラッーケンで見てるのがこれで、で、えっ、ー、と、今、この最後のコミットが2020年の12月7日ですね、に、あのまでコミットされていると。どのぐらいあるだろうか、果たしてっていうふうな感じで、こうやってちょっとスクロールして見ていくとですね。で、 ここで、まあなんかニューっていう、あの、<laughs> ブランチがちょっと横に生えてるんですけど、こっちの方がなんか内容は古くて、で、ここで止まっちゃってるので、あの、ニューとは一体って感じはするんですけど、まあ一応その新しいコミットの方が正だと考えて、まあこのニューのブランチはちょっと無視すると。そうするとここから飛んでいてですね。で、ずっと下へ行くと、ここですね。ここ。えー、と、ここが、あの、 一番根っこのコミットですね。ファーストコミット。この後ろに、あの、別のブランチで、あの、重ならない感じで、ヒストリカルオールドというブランチがあるので、多分これはさらに昔の実装なんだろうってことがわかります。なので、私たちがこれから気にしなきゃいけないのは、ここから始まって、まあ、ファーストコミットは共通ですけど、ここからバーンと飛んで、で、ここですね。 ここ以降の実装を .net、まあ、に合わせていくと。で、やり方なんですけど、まあ、ぶっちゃければなんか、こう、一番最新のコミットですね。ここから、あの、ブランチ切って、で、中身を全部ゴリゴリと書き換えていくっていう方法もあるかとは思うんですけども、それだと、あの、えー、コード上のその内容、あの、どれがどういうふうに対応しているのか、どういう変更を加えたのかとか、 なんかどういう機能を足したのかとかいうことわからないまま全てについて対応しない限りなんか全く動かないっていう状態になってしまうのでそれもなんかさすがになんか進捗が見えないのは辛いっていうこともありんまああといってこっちの一番根、ね、っこのところからあの、ね、ちまちまやっていっても大変ではあるんですけどこっちからやった方がまあおそらく その実装しなきゃいけないときに考えてたこととか差分で見れるので、なので、あの、ま、こう、変更について追いやすいし、ドットネット上でどう実装すべきかとかいうような指針も見えてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので、やり方としてはですね、ここの一番根っこのところからいきなりそのブランチして、で、一個一個のコミットに対応するドットネットの修正みたいな感じで入れていくと。 いうようよな感じで、えっ、ー、と、ドットネット環境、まあ、これもそうですけど、あのー、セルフホスト、セルフホスティングっていう考え方があって、えっ、ー、と、C コンパイラーって、まあ、G もそうですけど、あのー、自分自身が C コンパイラーで、で、C で書かれてるんですね。なので、あの最終的には、その自分自身を自分自身でコンパイルできるはずなんですよね、セルフホストが有効であれば。 あの正しくコンパイルできればなんでまああの大抵そのコンパイラーっていうのをコンパイラー実装しようと思う時にはなんかそういうセルフホスティングを目指して作っていくわけなんですけれどもまあこれも途中で多分あの最初のあのこう網羅的な実装ができた時点で自分自身をセルフビルドできるようにするっていうシーンがどこかにどっかのコミットで起きると思うんですね。 で,できるだけ早くやった方がよくてあの後々でやろうと思うとすごく大変になったりするから多分あの見てないですけどもあのこれも同じような方針でできるだけ早くセルフホースティングできるようにしてそして機能を追加していくっていうふうにやってるんじゃないかなと予想していますなのでドットネットでもそれをやらなきゃいけないでドットネットで C コンパイラーというのが C++CLI を知ってる人なら分かると思うんですけどもまあなんであんなふうになったのか っていうことを考えるとそのセルフホスティング自体がまあやっぱり難しいんですよね。あのドットネット自体があれはあのマルチパラダイムマルチプラットフォームマルチランゲージっていうふうに言われてたんですけどもあの出た当初今はもう皆さんご存知の通り事実上あの C シャープのためのあの 処理系ほ,ほぼ C シャープのための処理系になってしまってるので、F シャープはもちろんあるんですけど、あのその他の言語っていうのも軒並みなんか最近話を聞かないですよね。アイアン・パイソンとかもあったような気がするんですよ。ので、なんかそういうことをあの考えるとあの、ドットネット上で C コンパイラってかなり下手者な, <laughs> な扱いだと思うんです。そんなこと実現できるのみたいな。だからそれをめちゃくちゃ、そのマイクロソフト、Microsoft オンリーその Windows 環境オンリーっていうふうに絞った結果出来上がったものがあの C++CLI だだからまあなんか他のものに移植するなんて土台無理だし C, あの C 言語を .net の上で実行するなんてことあ対応するなんてことはまあ無理じゃないのっていうような、まあ、気もするんですけどその一方であの最近あの C シャープで取り込まれた機能として RefStruct とか ああるんですよねあのまあご存知の人あるかもしれないですけどもあれはあの IL に落ちるとあの IL って中間言語なんですけどその IL に落ちるとなんかこ,こんなコードいいのっていうようなコードで <laughs> あの IL に落ちるんですね。でそれを実際にその今のその CLR とかまあドットイントフレームワークの,の CLR もそうだけどかますとまあなんとなくそれっぽく動いてるわけですよ。 なので、その状況を見るに、まあ、もしかしたら、なんか IL としては怪しいコードが測れるけど、なんかそれでもない、いわゆるあの C の,あのポインターの扱いですね、あのポインターの計算とか、ああいうのも、まあ、実際のところ IL でかなり怪しい感じはするけど、実現できるんじゃないかって気もちょっとしてるんですね。まあ、その辺、あの、いろいろ、なんか、実際のところはどうやって、 あの実現するかとかその時々で考えなきゃいけないのかもしれないけどもなのでなんかその辺りがなんか面白いチャレンジングポイントかなっていうまあもしかしたらなんかああいえそういうなんか妄想のレベルで実際実装してみたらこれダメだ不可能だとボーンでアボーンで終わりかもしれないですけどもまあそういうちょっと興味があってなんかそれにそ,のそ,そこに近しいあのできるだけ早くあのたどり着けそうだなって いうというのが、その今回のその中心 C を移植するっていうのが、なんか現実的にはなんか近道かなっていう感じがしたんですね。なんで、まあちょっとやってみようかなというふうに思ったわけです。なので方針としては、この、えっ、ー、と、ここに今、えっ、ー、と、CLI じゃん、c l じゃブランチを1個切って、で、えっ、ー、と、ここからやっていこうかなというわけです。えーいいね どうしようか。えー、CIL です。CIL。Common, Common Intermediate Language ですね。CIL。まあ、MSIL の方が通りがいいのかもしれないですけど、僕はちょっとこだわりで CIL と言っています。で、えっ、ー、と、まあ、ここから分岐して、えっ、ー、と、実装していくと。 で、最初のこのコミットですね。今、チェックアウトされてるからいいんだけど、これで、今、ちょうどそのディレクトリを見てるのはこれですね。で、えー、何をやってるかというと、まあ、メイクファイルがあって、ちょっとちっちゃいかな。えっ、ー、と、こんなもんでいいかな。えー そうですね。多分なんか GCC か、クランか使って、なんか C ビ c c っていう実行ファイルを生成している、コンパイルして生成しているわけですね。で、テスト SH というスクリプトを動かして、で、テストコードが走るようにしてますと、まあ、あとは、あの定番のクリーンがある感じですね。まあ、そんな、そんな難しくない。で、 えーとあと、えー、シェルスクリプト、テストの方が何をしているかというと、GBCC でその入力となるソースを、えー、コンパイルすると、そうするとアセンブリコードが測れる。で、そのアセンブリコードを、えー、とこれ GCC を明示的に呼んであのコンパイルしてるんですけど、まあ、実際にはこれは t スなので、あの 内部でアセンブラーですね。多分ガスですけどガスが動いてで実行ファイルがあのアセンブルされて生成されると。でそれを実行してで結果がどうだったかみたいな判定をするというようなテストコードになってるんですね。で実際のテストの内容というのが、えっと、0, 0を入力して0が変える42を入力して42が変えるっていうようなテストをやって両方が OK だったら OK というのを あの返すみたいな、そういうコードになってるわけですね。なんで、これはあの最初のスタートのコードとしては、なんかこれがそのままえと実行できて、ちゃんとあの通るっていうのをまず確認しておかないと、あのそもそもな何を変更してたのか分かんないみたいになっちゃうので、まずはね、これが今のこの,あの手元の環境で動くかどうかっていうのを検証しようと思います。で、今、えっと、ちょっと、 僕は Linux の方、あの、Ubuntu の方をメインで使いたいと思ってるんですけど、今ちょっと環境的に移行時期にあって、今この環境は Windows です。なので、Windows の、えっと、バッシュターミナルを開き、で、場所が C ブロージエジェクの GBCC の えとここですね、今見てるとこはここなんですが、えっ、ー、と、ここでビルドできるかどうかですよね。もしかはさっき。えっ、ー、と。あ、シャルだったあ、そっか。まずは、あの、普通の新コンパイラーですね。 をセットアップしないといけないので、えっ、ー、と、まず入れておきますね。うん、入りました。GCC。バージョン。いますね。ウィとかいけるあ,あ、一瞬です。<laughs> 一瞬でコンパイルできました。中見ると、GBCC がありますね。えっ、ー、と、こうですね。GBCC がある。 なので、えっ、ー、と、ちょっとね、あんまり WSL を使ったことないかよくわかんないんだけど、7号とかしないといけないんじゃないのうーんと、<laughs> なんかパーミッション全部 RWX になってるからよくわかんないんだけど、テ <laughs> ストレステッチ。わかんないこの辺よくわかんない。お、なんかエラー出たな。ああ、なんか開業コードが、開業コードがって感じだ でも、これって、ビンバッシュ、バットインビューズ、ノーサッチャン、ファイバーハディレクトリー。やっぱそうだよな。あー、チェックアウト、ギットクラーケンでやったから、CRLF になってて、それで死んでるとか、そういうパターンかな。<laughs> くそ、うまいわ。<laughs> えっと、どうすればいいんだ。ちょっと、もうそこからかよって感じですね。 えーっと、あ、じゃチェック音を、うーん、面倒くさいな。どうしようかな。えっと、パスクインムにして、聞いてる。で、えっと、これ、ビットってやると、どっちを聞くかどうやってんだろう。 こっちで言うた記憶ないから違うような気がするが、バージョンで見、ね、る。わ、うん、からない。あ、今、ルートあった。うん、えー、っと、き、えっと。入ってるか。これでいじゃあ、戻して、ここで。えー あ,あこれだけじゃダメだよね。えー、なんか変なことやってるって感じだけど、まあいいや。ミ e e k File, News, 合わせか。あ、テストスイッチ。これでどうかな変わってる気がしないな。 あこれ聞いてるあ聞いてるからかあそういうことうんこうかえっ、ー、となんか変なとこへ出てしまったこうかあれでも何も何もないでしょ いいあ,あ、こうか。あ、これでいいか。これでいいよな。今、チェックアウトしてるのシールアイだから。あ,あ、これで合ってる、ね、よしよし。それで、<laughs> うん、と、ちょっと、内容を見ると、あ、LF なってるね。なってるな エリフになってる。今度は歩を置きそうですね。じゃあ、えーいい、うん。で、テスト、SH。お、お、004242OK、OK、って出てますね。大丈夫です。で、これで確認できたので、今は大丈夫ですね。こっから特に何かあってない。 なので、えー、と今ここで実現されていることをまず .net で動くようにするってことですね。で肝心な GBCC の現在の実装がどうなっているかこれですね。えっ、ー、と、見てみると、プリント f でソースコードを出すみたいなすげえ簡単なコードに <laughs> なってますが、ここに出しているコードはあのー、ガスのフォーマットでアーセムラーコードが出ているみたいな感じですね。 で、まあ、最初にグローバルメインでメインを、えっ、ー、と、宣言しておいて、で、えっ、ー、と、ムーブダラ、ダラ、パーセント D っていうのこの引数ですね。引数で渡された値を A と I するってことは、もあの、引数で渡された値はさっき0と42渡してるけど、あれは文字列なので、なので、数値に、イント3人に変えて、で、それをここに書き出すようにしている。そして、それを RAX に入れる。そして、リターンする。 これはあのアプリケーションバイナリーインターフェースというのを知っていれば分かると思うんですけれども、えー、とこの,あのアセンブラの,そのメインメソ,メソッドじゃないんですけど、まあ、メインの,そのラベルのところにあの処理が渡ってきて最後メインから抜ける時にその戻り値が r x あのレジスタですねレジスタ r x に値が入っているとそれが戻り値として扱われるというあの約束事があるんです。で、えー、とここでムーブで要するにこの,あの引数で指定された値をここに直値で指定しておいてそいつを RX に入れるというのがこのムーブの行の役割で,でその次にリターンなんでもうこの,あの処理は終了と抜けるというような感じになってるわけですね。 なるほど、なるほど。そうすると、えっ、ー、と、これを ILASM で、あの、く、ILASM に食わせられるような、あの、ソースコードを出力すれば、あの、目的としては、あの、達成できると。まあ、口で言うのは簡単だが、みたいな感じですね。<laughs> で、えっ、ー、と、ILASM なんですけど、えっ、ー、と、こんな言葉あろうかと思ったわけでなんですが、えー、私の、リポジトリに、 えー、アイラ様、アイラアマネージドっていうのがあって、えー、どこへ行ったか、これ。まあ今日、実はなんか夕方ぐらいにちょっとそのことを考えていって、新しいバージョンをリリースしたんですけど、これは何かというと、アイラスムっていうのがそのさっき言ってた CIL、MSIL をあのアセンブルして、コードをあの吐き出す、そのアセンブラですね。 アセンブラーなんですが、まあ、そいつはあの、マネージド環境、つまり、あの、ドットネット6とか、ドットネットコアシリーズとか、ドットネットフレームワークシリーズ、まあ、まあ、どれでも、あの、いけるように、あの、移植したものです。で、そう、そう聞くと、すごい、あの、すごいことをしたみたいなことに聞こえるかもしれないですけど、実はこれ元ネタがあって、あの、モノの i l アスムあの、モドですね、あの、えー Windows 以外の環境で、その .net フレームワークを動かすっていうことでやっていたその、そのプロジェクトがあるんですが、その,あのもののプロジェクトであの使われていた ILASM の実装があって、まあそいつは、あの、マネージドコード、つまり C シャープで全部書かれてるんですね。で、かたや、あの、マイクロソフト金製の ILASM はですね、C で書かれていて、C, C と C++ で書かれているので、あの、えー、環境ごとに まあ、コンパイルしないと動かないですね。まあ、なんか今やってる GBCC が、まあ、その目的に、あの、該当するんですが、まあ、とにかく、なんか、こう、ビルドするときに安定した、その i ル a スム環境というのが欲しくて、で、これを作ったんですね。どの環境でも使えるということで。で、えっ、ー、と、まあ、これを、 あの今日やった作業は、その新しいバージョンはその、ドットネット CLI っていう仕組みがあって、このドットネットツールインストール -g ゴニョウニョって書くと、そうするとパッケージを自動的にダウンロードしてきてインストールしてそのコマンドが使えるようになるっていう、そういう仕組みがあるんですね。それに対応させたものです。 だから、ここに書かれているように .net tool install-g, ilasm-cli、um、っていう風にやると、そうすると、この ilasm-cli、um、というパッケージがインストールされて、で、そこで ilasm、um、というあのコマンドがもうすぐ使えるようになっているという感じですね。で、えっ、ー、と、これをやったので、なので、えっ、ー、と、これを使って、まずはその ilasm、um、が使えるようにしなきゃいけないっていうところからですね。とはいえ、ここって、 入ってんだよね。<laughs> さっきやったからかな。そうえっ、ー、と、あさっき自分でインストールし,し,してました。すみません。<laughs> あの、えっ、ー、と、ここ、もし同じことやってみようと思う人は、このようにあのやればインストールできるので、そうすると、もう i l アス m と入れるだけで、えっ、ー、と、実行できるようになります。こういう感じですね。 えっと、これ WSL 環境でインストールする場合は .net6 の SDK。まあ、今だと7もありますけど、それなんか入れてないと多分できないと思うんで、その辺のセットアップの仕方は、まあ、.net のドキュメントを参照して入れてみてください。あの、もちろん、あの、Windows のコマンドプロンプトからやることもできます。その場合は Windows のバイナリーとしてインストールされます。で、なので、Irasm は、まあ、まず元にありますと。で、 えっと、次はですね、えっ、ー、と、どうやったら、えっ、ー、と、アイルアスでビルドできるようになるか。ちょっとこの本体、あの、核心の部分はもうちょっと後で。えっ、ー、と、ま、アイルアスもを実際にキックして、で、そのアセンブラー、あのネイティブアセンブラーの代わりにアイルアスもを使うようにしなきゃいけないわけですよね。それをやらなきゃいけないということで、それは、えー、このテスト CC で、 まあ、改造した c b c c ドットネットに対応した c b c c を、えっと、実行したら、ここに出てくるこのソースコードが、あの、CIL で書かれていると想定して、それを、えアセンブルする必要があるわけですね。で、今、ここでは GCC を使ってアセンブルしてるんだけど、なので、ここが、ハイ s ラと変わるという感じですね。で、ハイフは確かそのまま、ここの今、 この、えっ、ー、と、ヘルプを見ると、えー、スラすらアウトプットとか書いてありますけど、これ、ハイフンもいけるはずで、で、ハイフン O で確か行けたような気がするので、まあ、間違ってた後で直しますけど、えっ、ー、と、ファイルネームを指定すればいけるということで、多分こ、この、こんだけのことかな ?ILASM に変えるだけでいけるんじゃないかという気がしています。これ、今実行すると、出力はあのガスのフォーマットなのに、それを ILASM にかけてるから、多分、ILASM で、その、 なんか、シンタックスが、あの、おかしいみたいな、そんなエラーが出るんじゃないかと思いますので、えっ、ー、と、これを保存して、で、先ほどと同じようにテスト SH を実行します。そうとおまあ、出ましたね。<laughs> アセ s リングテン n ノーリスティングファイルトゥ to MZ.Temp.15 Error.In カバブルシンタ a b l e まあまあ、せやなって感じですね。えっ、ー、と、それは、うん、 うこれかなここにそのテンポラリのファイルが出てる、ね。これまあまあまあそのガスのフォーマット。で、今これをアイルガスムにかけたからエラーが出たと。いいいいですね。シムシムですね、えっと。あとはここを集中して直していけばいいと。さて次はこれをどう出力すればいいかという話なんですけど。えっとですね。例えば。まあなんか一番簡単なのは、あの、 何しろあの、僕なんかそんな i l ア s ムマネージドとか移植とかやってるけど、だけどそんななんか i l ア s m というか、あの CIL のアセンブラに精通してるわけではないので、ゼロから書けと言われてもちょっと書けないですよ。んで、どうするかというと、まあ適当なあのコードのあの、なんか、えー、i l スパイとかを使って、まあ、こんな感じですね。これでなんか書き方を 見て真似るという作戦で、すねで、えー、例えば、今これ、えっ、ー、と、見えてますけど、えっ、ー、と、あ、ちょうど入るエラーソのコードもありますね。アップとかもあるけど、まあいいや。これで、プログラムのあたりとかかな。使えそうなのは、こういう感じのコードですよね。これ、パブリックスタティッククラスプログラムで、ファブリックスタティックイントメインで、 えっと、引数がストリングの配列で r ズだから、なんかちょうどいつも見てるようなコードですね。ちょっと後ろで,後ろでうるさいのは <laughs> なんかやってますけど、あの猫でスイールしてください。猫なので。あの猫は許されます。はい。で、な,なので、えっと、こいつを IL モードに変えて、とこうなるわけですよ。なので、あのこういうコードをここで出力して、で i l a s スにかければ、そうすれば、なんか、 あの、出るんじゃねえというわけですよね。まあ、なんかガスのフォーマットに比べると、いろいろごちゃごちゃと、なんかある感じですけど、これ、あの、全部書く必要はなくて、まあ、ちょっと、とりあえず、あの、見よう見まねで全部やっていきますか。もう、この辺考えるのめんどくさいので、えっと、全部、あの、コピーしてしまいますね、ほぼ。プリント F で。 よいしょ。ちょっと、もうちょっと小さくするか。ここか。で、えっ、ー、と、ここは、あクラス名ですね。まあ、ちょっと、よくわかんないけど、うーん、本当はなんか、指定されたファイル名でとかあるんだろうけど、おそらく、チビ CC の後の方でちゃんとそこもやることになると思うんで、今はここは適当でいいかな。なんか、 クラス名として成立していればいいので、あのー、なんかわかんないけど、テストプログラムとかにしておきますか。これ、つまり、名前空間がテストでプログラムというクラス名。で、次に、あ、エクステンスがないか。ここに、エクステンズシステムランタイムシステムオブジェクトという感じで、えー、っと、これ大丈夫だよな。うん、いいね。 はいこ。ここはね、システムランタイムになってるんで、あのー、ドットネットコア、まあ、またはドットネット5、6が前提になると思うんですね。で、えー、とドットネットフレームワークだと、ここは MS コアリブってことになるんで、ちょっとここも出力のそのターゲットによって変えなきゃいけないんだろうな、いつか。で、今はやんないですけど、まあ、いつかやんなきゃいけないだろうなっていうのはわかると思います。それで、 え次に、カッコがあり、カッコがあり、一応そのままやっておきましょうか。カッコをね、あの多分ここの後ろに付け足してもいいとは思うんですけど、一応同じようにしておきましょう。カッコがあり、えっ、ー、と、僕に無視されてるから怒ってます、ね。不満、不満な声が聞こえます。えっ、ー、と、ここで、えー、メソッドパブリックハイドバイシグスタティック、 イントさんに、もうこれはちょっと後ろに書こうか。イントさんにメイン。で、引数があり、カッコ閉じる CLI マネージメント。マネージド。こうで。マネージド。かなうん、これでいいですね。で、次またカッコがあって、 そうで,すね、で、すねでえっ、ー、と、ここのマックスタックは、まあ、正直どうでも <laughs> いいというか、まあ、指定してもしなくてもいいんですよ。多分今 CLR 見てないんじゃないかな、これ。ので、あの、なくても、あの、構わないです。で、だからエントリーポイントというやつだけ。これがないと、ここがメインの、えっ、ー、と、 メインのメソッドだという認識が確かされないのでエントリーポイントだけが必要です。そしてその後ですね。えっと、あ、まあこれはあと、えっと、ここですね。ここの実装は、なんかまたまたま見たこの i l a s o のなんか本体のあの逆アセンブルリストに従って出てるだけなので、いよいよここを、あの、これでこのテストコードが通るように書けばいいってことですね。 で、あと、えっ、ー、と、出口が、んと、リターンが必要ですね。これだけ必要なので、まあ、実はなんか、リターン同じですけどね。まあ、ちょっと合わしておきましょうこんな感じになるってことですね。そして、カッコ閉じるが必要で、カッコ閉じる。そして、ここもカッコ閉じる。 いいんじゃないですかだいたいこんな感じですよね。の残るはこ,ここですよ。ここどうするかって話ですよね。うん、これでいいかな。多分いいでしょうと。ああ、のっけからそうか。このアーグズ取ってくるの地味にめんどくさいですね。えー、どうやってやるんかな。うーんと、まず、ちょっと、これはこうして。 ロードアーグ0だったかなおっと、会議を。ロードアーグ0で、0番目の比数、つまりこれですね、これを取ってくる。そうすると、その中身は、あの、スタックに積まれて、えっ、ー、と、型はストリングの配列ですね。で、そこから、んーと、 引数の先頭の値を取り出して、で、RAX では、あと CLI CL の場合は RAX とかレジスタという考え方はないけども、スタックに1個最後積まれていれば、それでリターンすればその値が元位置として変えるという規約になっているので、なので、とにかく積みさえすればいいんですね。そうすると、 今、このロードアーグゼロで、ここでの引数の中身をそのスタックに1個積んでるので、そこの中から先頭の、つまり配列の0番目ですね。0番目の値を取り出してスタックに積まれれば、そうすればその後リターンすれば、これと全く同じコードになるわけですね。なんかできそうな感じですね。まあ、こんな簡単なコードだったらそれはできるやろみたいな話だけど。で、まず配列からどうやって値を取ってくるの って話なんですがえー、っとね、ロ、えードエレムかな。ロードエレムこの辺かな。この辺ですね。あの、.NET のその API でシステムリフレクションエミットっていう名前空間があって、こ,この下にあのオープコーズっていう、えー、これはなんだ、レッキ 列強型か、列強型の、えー、と定義があるんですけど、そこにその使われるというか全部、それ全てのそのオープコードの一覧がこう定義されているので、まあ、ここはなんかリファレンス的に見るといいんじゃないかなと思います。まあ、あの見やすいという方がいるんだったら、なんか、A コマ335の使用書を見てもらってもいいんですけども、うん、まあ、そっちの方があのより正確に書いてあるんですけども、多少わかりやすくは書いてあります。こっちの、あのドキュメントの方が。 でえー、っとですね、ロードエレム。この辺はちょっと慣れが必要だとは思いますね。あの、今、なんか一応、あの、CIL とか MSIL とか、全然わからんっていう人が見てるってことをもう一応頭の中で想定はしてるんですけども、えー、っと、何をしなきゃいけないかっていうところで、パッとなんかオフコードを想像するには多少慣れが必要かなっていう気はします。 で、ロードエレムっていうのが、そのスタックに積まれている、その配列型のインスタンスですね。そこから、その2位の位置の値を取り出して、もう一度スタックに積むみたいな、そういう操作をするものです。それも、まあ、いろいろ種類があるんですけど、扱う方によってこれを使い分けるっていう感じですね。で、今、えー、この ARG1 位にアクセスしたいわけですよ。なので、えっ、ー、と、まず、 こ,この、これは args を取ってきます。それから、えっ、ー、と、ロードエレムのあ、取れるのはストリングなので、リファレンスですね。これかな。ロードエレムレフというのを使って、えー、値を取り出して、もう一度スタックに積むみたいな感じですね。で、使い方が、 えっと、ここにね、ちょっとわ、ちょっとわかりにくい感じなんですけど、えっ、ー、と、この命令が使われるときにはどんな風に使われるかみたいなことが書いてあります。えー、そういう視点で書いてあります。で、最初に、オブジェクトリファレンス、あ、アレイね、アレイのオブジェクトがそのスタックに積まれると。今、積みましたね。ロードアグゼロで積みました。だからオッ OK。で、 an index value, index is pushed onto the stack. だから、えっと、その配列の、この配列の何番目のものを取り出したいかというのを次にスタックにもう一度積む必要があります。これは、えっと、直値でゼロですね。ゼロ番目なので、ゼロの直値を積む必要があるんですけど、それをやるための専用の命令が LDC ってやつがありますね。LDCION0 っていうのがあります。 これですね。これで、えー、っと、正確な書き方はこれですね。これもコピペで。l d c i 4 0まあ、こんな感じで0みたいな感じにしておきますか。あ、全部これじゃわかんない。で、これで2つの値がスタックに積まれたので、いよいよ、ロードエレム。 lf かなロード LMF。これ。ロード LMF。いいか,いいか。ちょっと、おかしい。うん、こういう感じ。で、これで、荒れて、これと同じコードになった。ってことですね。これ、元々のコード、RV1 になってるんですけど、あのー、 えっと、ポジックスの、その、イントメインでは、argv の先頭0には、あの、このコマンドを起動したときの、えっ、ー、と、コマンドのパスかなが入っていることになってたんだったかなあの、そう決まってたかどうかまでちょっと怪しいですけど、なんか入ってるので、なので、なんか1を取り出してるんですけど、まあ、要するに先頭の、えっ、ー、と、引数なので、ドットネットで書く場合は0番目が取れればいい。 ということで、これで、まず、えっ、ー、と、文字列としての、その、えー、このアーグ、アーグズに指定された最初の引数が取れたわけですね。でも、えー、文字列ではまずい。本当にまずいのかなあそうですね。ここで、 文字列、ああ、でもまずいか。文字列じゃないですね。あの、戻り値で数値、i n t 32として、その引数で指定された値を返さなきゃいけないので、なので、これではまずいですね。今まだ文字列ですね。なので、えっ、ー、と、ここで、なんか変換する必要があります。<laughs> ああ、この辺しんどいですね。えっ、ー、と、C 言語では A to I という関数を呼び出して、その変換を行っています。 これをどうするかなんですけど、これはなんか e ット何かを呼び出すしかないですね。えっ、ー、と、例えば、int32、うん、にはパースがあったような気がします。システム int32 の、いやー、これ、結構めんどくさそうだな。パース、これか。 イント3にパースメソッドありますね。パースストリング。うーこれね今ちょっと頭の中で思っているのは、これを呼び出せば、文字列からイント3に、まああの C、C シャープでは、C、イン t ですけど、に変換できるので、あのこのメソッドを呼び出すっていうのはまあ一番簡単かなと思います。問題は異常パターンで、 えっと、A2I を呼び出した時に、もし、ここの指定された引数が、その数値解釈できなかった場合に、どういう結果になるのかなっていうのがちょっと気になっていて、まあ、テストコードはね、あの見ての通り、0とか42で指定されてて、ここに例えば ABC とか指定してないので、そういう異常パターンは、ここの、このテストでは、あの、テストしてないから、まあ、ぶっちゃけ、あれを呼び出して、以上終わりでいいんですけど、あの、 abc とか指定すると例外が発生するっていうだけのことなんで、まあいいんですけど、念のためね、なんか a to i が、その、通知解釈できない、えー、文字列が指定されたらどういう結果になるのかっていうのはちょっと調べておいた方がいいかなって気がしますね。えー、なかなかないんですよね。まあ一番いいのがあれかな。あ、sfi とかで調べればいいか。これか。 ええとはあ,ありますね。で、これで、うん。ザコマテとバリューはゼロオンエラー。ああ、エラーだとゼロが変えるみたいな話ですか、ね、さっきなんか書いてあったの これと等かって言ってますね。ストラトールにもうちょっと詳しいことが書いてあるか。ストラトールで変換できない場合。<laughs> う,んうん、うん。 キスに対して有効でない数字が現れた時点で変換は終了する。まあ、のっけから変換できないです数字が現れても、その場で終了するということですね。エンドポイントがヌルでない場合、最初に現れた不正な文字がストラトルによってエンドポイントに保存されている、文字列に有効な数字が一つもなければ、ストラトルはエンドポイントの元の値をエンドポイントに代入する、そしてゼロを返す。 だから、えっ、ー、と、無効な、なんか、こうの文字列が指定された場合は、0を返すから、この結果は0になるっていうことですね。テストコードで言うと、まあ、ちょっと今、ここには、あの、加えないですけど、あえて書くとすると、例えば、なんか ABC とか指定すると、そうすると0が返えるみたいなことですね。まあ、一応、ここは、あの、元の、あの、実装に習って、異常パターンについてはテストしないことにします。で、 じゃあ、えっ、ー、と、巻き戻って、ここで A 2 Y は結局どうするかなんですけど、どうしようかな。えっ、ー、と、イントには、トライパースがあり、これですね。トライパースを使うと、そうすると、あの、パースに成功したか失敗したかがわかるんですね。えー、これかなこう。こういう感じでわかります。だから、それを使って、ここで、 えっと、フォルスが帰った場合は条件分岐して0をなんかプッシュしてリターンで戻るみたいな条,条件分岐コードここに書くことはできるんだけども、で、それで理想的な状態になるけど、うん、<laughs> DLI をちゃんと移植したことになるけど、でもね、これ、もちろんなんかこれあ GBCC の最初のコミットなので、この後どん,どん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 ここに変更を加えていくわけですよね。で、そうすると、なんか、 いつか本当の意味でそういう異常パターンについて考慮しなきゃいけない部分になる。そしてその対処をしてるはずのコミットが現れると思うんですけど、なんかここでせっかくそういうコードを書いても、なんか多分無駄になると思うんです。全部捨てるみたいな感じになると思うので、あんまりなんかそこを真面目にやってもしょうがないかなって気がしています。なのでここではまあ単純にさっき見た通り、 えっと、イントドさんにのトライファー、じゃないパースですね。パースのオーバーロード。これですね。これを呼び出すみたいなコードを、あの、書けばいいんじゃないかなというふうに思っていますと。それで、ちょっと、なんか、試しにコードを書いて、そしてまたアイルスファイでとか言うと面倒くさい感じがするので、なんかあったよな、こういう時にやるやつが。なんだったっけ。オンラインコンパイルが C シャープ。 とかなんかね、いろいろあったような気がするんですね。フィドルムかな。これでコードを書くと、えー、っと、コンパイラー、ランゲージ。あれ、出来上がったコードの、なんか、IL コードがすぐその場で見れるみたいなやつがあったような気がするんだけど、これは見れないのだろうか。 なんか、見れなさそうですね、ほんとは。うん。シェア、切り落あ、ビューア入れる、あります。あ、こういうふうに見れるのか。ちょっと、あ、でもいいか。これこうやって横にやっといて、ここで書き換えればいい。例えば、うんあ。じゃあ、まあ、まんまに近いコード書いてみますか。 ちょっと字が小っちゃすぎるか。ここで、イント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 。なんでエラー出てるのか、こああ、<laughs> 台戻すってやってない、戻ってないから。えー、っと、イント。バース。バーグスゼロ。こういうコードですね。 これいいかなあ,あ、エラー消えましたね。これら。あ、まあ、ランんまらんしても、引きずしてしてないか、こうなりますね。で、その時の IL のコードがこれでいいのかこれダメですよね。ここを振動すればいい。断削してもう一回やる。こうか。あ、出ましたね。えっと、最初のノップはね、 これみんな不思議に思うかもしれないんですけど、まあデバッカーの都合でこういうコードを入れてたりしますね。まあな,なんで別になくても大丈夫です。で、ロードアーグゼロで引数の、えー、っと、こうです、ね、アーグ図入れる、そしてインデックスのゼロを入れる、ロードエムレフここまであの、当初考えてた通りですよね。そしてこの次ですね。えー、コールイント3に MS コアリブシステムイント3にパース。 ちょっとコピーコピ,コピーしたいできないのか、これ。えぇ、ー、ちょっと、あ、こうやればいいのか。なるほど。パース。で、これを、ロード A を F したから、この後ですね。ここで、こうですね。これでいいかな。うんと、 パース、パー、グズ、ゼロこういうコードかな。こう,うですよね。で、これやると、そうするとパースして、イントの値がスタックに積まれているはず。で、こっちのコードを見ると、なんか、えっ、ー、と、これローカル変数の領域なんですけど、ローカル変数のゼロ番目、これですね。ここのところに行って、 保存する SD ロックでそのファースした値を保存してそれからロードロックでもう一回それを呼び出して呼び出してスタックに積んでリターンしてるってコードなんですけどこれもねこのなんか意味不明な何 <laughs> かいらんのちゃうのっていうこのコードもまあ実はなんかあのデバッカーの都合でなんかこういうコードを出すみたいなのがあの こう、上等になっていて、あの C シャープのコバイラはこういうコードを出しますが、まあ、うちら関係ないので、それが不要なので、なので、えっ、ー、と、ここで、この呼び出したパースの結果、今、スタックに積まれているから、これをこのままリターンすれば、えっ、ー、と、目的は達成されるはずというわけですね。これ、もいらないわけです。こういう感じですよ。なんで、えっ、ー、と、ガスの内容としては、まあ、ちょっと数行増えてますけど、大体こんな感じで、あのまあ、それほど、 なんか大きく変わってないんじゃないかなっていう感じはしますね。元のこあのガスのコードと。えっ、ー、と、一つだけ、ここね、これ、あの、MS コアリブって出てるのは、多分、あのこ、こいつ今コピーしてきたんですけど、このコードが、えっと、ドットエントフレームワークベースでビルドしてるからで、この辺で変えれるんかな。あ、変えれそうですね。まあ、6ぐらいにしときますか。六あ、リセットされた。まあ、なんか今、傾向がちょっと出てたけど。 マジかよ。一応もう一回、念のため、最初のうちなんで念のため持っています。arg2 で、えーリーン、オパース、arg0 こうかな。これでまスランして、例外出るのを確認して、え飛びえる。 あ、出た、出た、うん。なんかおかしい。出ないかと思った。うん、うん。うん、いいですね。で、ここ、あの、やっぱりシステムランタイムになってますね。MS コアリ流じゃなくてランタイムになってる。あとは一緒ですね。ローカル変数保存して、もう一回 W 取り出してリターンしている。なので、えっ、ー、と、これでいいので、えっ、ー、と、ここだけシステムランタイムに変えてみますか。こういう感じですね。まあ、もちろん、あの、ドットネットフレームワーク4.0とか、 なんか4.8とか、あの辺で試すんだったら代わりに MS コアリ用にしておけば OK です。できたんちゃいますかこれで。いいんじゃないですかたぶん。まあやってみましょう。で、んーと、どこ行ったあ、なんか違うもんがありすぎた。違う、これじゃない、これじゃない、これか。ここで、 じゃあさっきエラーが出てましたけど、もう一回テスト。ああ、その前ビルドしないといけないです。ね。メイクでビルド。ああ、エラーは飛んでなかったです、ね。でテスト。え、なんでテンフのリサイクル。リカバルーシンタックスエラー。あれ、なんでテンフ見リわかるか。これ。ああ、ちゃんとなっ るじゃないですか何がいかんのだろうか。ああ、なんか他にも書かなきゃいけないことあったかな。テンプ1行目ですかね。1行目の5。ああ、なんかあったかもしれないですね。もうちょっとよく見ないといけないか。こいつの戦闘。ああ、アセンプリがいるのか。<laughs> アセンブリ宣言があって。一旦閉じてますね。 アセンブリ宣言言うかもしれないですね。ちょっとこれを。ああ、じゃあ、えっと、こたま、いや、手抜かずにここからやるか。ちょっと、あ、ここ、インテネット入れとくか。実際のところ、これブロック内に収まってなきゃいけないのかどうかはちょっとよくわからないので、あれですが。アセンブリです。 みたいな感じにして。で、カッコ。カッコ途中かな。それともここにネストして入れなきゃいけないかもしれないですね。ちょっとわかんないので、他になんか必要そうなものがあったら、この辺は、属、え、性、ー、属性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 、うん、属性、ずっと属性。 ハッシュ、ああ、ハッシュ値とバージョンの指定。あと、モジュールか。モジュール、イメージベース、ファイル、スタック、リザーブ。いるのかこれ、本当にア i l d ィ a s m で見た方がいいのかなちょっと、あの、まあ、動かしてみるか。わかんない。えー、ここで、ちゃちゃ、見るして。 してこうダメですね。全然ダメですね。ノーリスティングファイル、トゥーエグセ。なんでだろう何がいかんなかなえー、っとー、こう あれなんかさっきと違うような気が。これ7行目でエラーって言ってますね。ああ、なんかこれ、えっ、ー、と、ま、2つ問題があって。えー、1つは、これ、テンプ1号って書いてあるけど、このテンプは、テンプ S じゃなくて、テンプ見てますね。それバイナリーの、なんか壊れてるやつ。<laughs> これはあかんわ。 これ,はかこれはなぜかというと、多分ここの、この呼び出しが間違っている。うんスラウトプットハイフンでよかったような気がするが、それとも、ここのコモンがいるのかなこうかああと、あれですね。えっ、ー、と、コンパイルとエグゼキュータブルエグ。エグゼキュータブル出さなきゃいけないので、 こうじゃないといけないですね。あ、もうちょっと言うと、それで出力したこれは、えっと、CIL のバイナリーだから、こうならなきゃいけないか。テンプエグゼンが出力されなきゃいけなくて、そしてそれはそのまま生までは実行できないから、こうならなきゃいけないかな。ちょっと怪しいですけど、えー、っと、これでいいかな。 でがこうシンタックスがこれでいいかとか、ちょっと。っていうか、僕、自分でコード書いたことあるはずなんだ。<laughs> 覚えてねえよな、そんなこと。えっと、ちょっと自分のコードを参照しますね。うーん、確かそれやったのは、i l コ Compose の、えー、m a s e i l d のスクリプトの中だよな。ここかな。 ここで。が、この辺で組み立てている。気がするが。が。配布アウトプットっ書いてます、ね。うん。この通りにしとくか。 ここういういとですね。よし、もう一回やってみよう。ここ。お、なんか変わりましたね。まず、7行目でエラー出てます。うん、あそれからそのコマンド実行は、まあ、これエラーが出てるから、その後の、あの、テンプエグゼが出力されてないからってことかもしれない。 まあそこはじゃあ無視すればいいか。えっと。どこいえっと。えっとえっとえっと、これじゃない。これ七 <laughs> 7行目。ああ、正確な7行目。これ、これがエラー位置は、もうちょっと正確な位置は、64。 あ、c i s, <laughs> <S うん、なるほど。とビルでして。あれ大丈夫かあれ保存してない。あ、違う違う。ここ直してもダメじゃないですか。こっちですね。こっちを直して、で、メイクして、で、テストなか。なんかおかしいです、えー、っと。 すみません、うれしい。キャロットイールズファイルストリームフォー。添付、デプスジェソンノースオチファイルオーディエクトリーああ、なんか。なんか、そういえばデプスジェイソンとかありましたね。それ。それ、出してないか、ダメとか言ってんのかな。ブーツとしては。ちょっと、この。て。 テン,プテンプエグゼはあるにはあるが、こっから実行は、なんか選んでたね。システムランタイムがない。<laughs> 何か。ああ。えっと。 今、WSL の上から直接テンプエグゼを起動しようとしたんですけど、確か WSL って、パス上にこの対応する実行ファイルが見つからない場合、あの、Windows の方に異常処理を異常して、Windows 上で見つかるテンプエグゼを探して、それを w i n s u n y としてロードして実行するっていう機能があるんですよ。で、それで実行しようとすると、多分 .NET とかじゃなくて、DotNET フレームワークで動こうとするので、それでなんか失敗したような,なんか気がしますね、なんとなく。 あの、システムランタイムが読めないっていうのは、そういうような気がします。これ、まあ、ちょっとしばらく、Windows 上で作業するんだと、こうした方がいいかな。これで、MS コアリブに変えたので、えー、っと、これだ、メイク、レテスト一生。まだダメか。 あドットネットコマンドで起動しようとしてるからですね。これね。これをこうする。これができ、これで実行できるのは WSL だからなので、なんかポータビリティ考えると、もこの辺かなりダメだ。ダメ。<laughs> もうちょっと考えなきゃいけないけど、とりあえず今回、あの初回なんで、あのとりあえず動くってところまで持っていきたいですね。ウィーク、テスト。ああ、まだエラー出るか。ダメか。 なんとなくダメっぽいですね。あ。おなんかちょっとシステムインデックスアウトオブレンジ。インデックスはアウトサイドザバウンズはザアレイアットテストプログラムウィン。ック。あ。これいいんじゃないか。でもなんでインデックスアウトブレンジなんだろう。 ちょっと、なんかよくわかんないですね。なので、えっと、アイルスパイにかけて、実際どういう構造になっているのかを見てみますか。うん。これだよな。これだ。あ、出てますね。なんか。 なんか、それっぽく出ているような気が。まず、アセンブリの種別とかは、これ IL になってるかあれだけど、C シャープに変えると。うん、これは、でもランタイム v4.0 って認識されてるから、ドットネット4前提になってるから、多分いいような気がしますね。それで、このプログラム全体を、 逆コンパイルすると、プログラムがあって、intmain の string args で intpass で args0。なんか動きそうなコードなってるけどな。なんでいかんのだろう。さそうですね。リファレンス mscore ブになってる。 なんか、表面上は良さそうだけど、何かが、何かがいかんのかここでテストコードがいかんのかなちゃんと値が渡ってないとか、そういうことがあるかなテンプエグゼ。あれこれ元のコード。これ引きずになんか渡さなきゃいけないのに渡っていない気が。 エク p e ク t ッドを渡さなきゃいけないんじゃないのかじゃあ、インプットか。あー、なるほど。これは差分を見ればわかるかなよいしょ。これで、今、書いたコードのテスト SH を見る。あれ、でもテンプ、添付、添付だけ起動になってますね。 チビ CC インプットあれこれちいいかいいんだいやそうかないいかなわ <laughs> からんこれ添付だけ起動している引数は一切渡していない ああ、これ、そうか。僕、実行時に引数を解釈していたと思ったけど、そうじゃないああ、そうかもしれないな。なんか。えー、っと、元のコードを見ると、そうか。ややこしいな。この、この C で書いた CBCC のコードの引数に、 この埋め込みたいな値を渡してきてるから、それをそのまま入れてるんですね。僕が頑張りすぎたんだな。実行時の、その、エグゼのに渡ってきた引数の値を解釈して、で、えっ、ー、と、それを返すみたいなコードを書いてたんですね。これ。だから実装が間違ってる。そうか、頑張りすぎたんですね。わかりました。んー、じゃあ、あー、なるほど。ということは、 ほぼ、この、ちょっと字が小さくて、ゃけないなこの最初の、えー、と C のコードで、えっ、ー、と、この C、b c c の引数に指定された値を、数値に変換するとこまではコンパイル時にやっていて、で、それを直接、あの、ガスの,あのコードに埋め込んで、で、結果を返しているってことですね。なんだっけ。 そうかなんかいきなりそこまでやんだって思っちゃったんですよ。<laughs> あのあな、なんだっていうのは、このイントさんにパースを呼び出すようにしたんだけど、その実行時に、えー、呼び出すべき A2I を、A2I を実行時に呼び出すべきものとしてアセりリコードに埋め込んでいるように勘違いしたんですね。はい、すいません。なので、じゃあこれは RV を、 えっと、そのままほ、ほぼこれですね。8i 使うのとほぼ変わらなくて、えっ、ー、と、こんなめんどくさいことはしなくてもよくて、えー、なんか、なんか、今時間かけたのがもったいない。<laughs> な消すのがもったいない気がするが。えっ、ー、と、ちょっと、じゃあ、こう消して、で、どうするかというと、8i, ー r ブイカッコ、1、 1> こ,こは1ですね。1じゃないといけないですね。コンパイ、c c のコンパイラーに指定された、えー、と引数なので、1番目からなでこれをしなきゃいけない。で、これを埋め込むのに、ここに、えっ、ー、と、値を指定しなきゃいけないんだけど、これ、あの、元のコードは %D で書いているので、いわゆる i n t 3 2の値なんですね。こ、こ,この部分ですね。 イント32の値なので、こっちもそれに倣ってイント32の値として解釈することにしましょうと。で、まあ実際 A と I はイント32の値を返すので、で、何を言ってるかというと、ここに何を書くべきかという話をしていて、LC がさっき、えっ、ー、と、どれだったかな。うもうこんな時間かった。なんか <laughs> こんなに時間たっ えー、っと、ないので検索する。えー、LDCIO。うん。これかな。LDC っていうのが、その直値を直接スタックに積むっていうシリーズなんですね。で、ここにいろいろバリエーションがあるんだけど、2位の,その数値を積むためには、えー、っと、この、 LDCI4 っていうやつを使う必要があります。形式は LDCI4 なんちゃら。で、そのなんちゃらというのが積みたい値ですね。だから、ここに LDCI4%t みたいに指定すればいい。今度こそいいやつだ。これで、これで、この数値をスタックに積んで、そのままリターンするという、アセム、あの、CIL のアセムリコードが生成される。 えー、お待たせしましたみたいな。マイフラグは立てんどこ。でもメイク通りましたね。出てそう。あー、通りましたよ。通りました。なんかちょっと変なオーニングがアイラースムで出,出てますけど、えっ、ー、と、まあ大丈夫です。えっ、ー、と、あ、モーニングでもないか単。単なる表示ですね。だから大丈夫。えー、アイラースムの処理は完了していて、0が指定されると0を変える。 で、もう一回アセンブリして、今度は42が指定されたものから42が帰る。通りました。通りましたよ。おー、いいですね。まあ、しょっぱなから考えなきゃいけないことは山のようにあったっていう感じですけど、これで最初のトライができましたね。えー、なので、えー、これ。コメントがあるので、こいつの えー、こいつも分かりやすいように、うん。ドットネットみたいにちょっと曲行かな。こういう感じにしますか。これで、えー、コミットできたんで、えっと、まあ、まず最初のコミットはこれ以上で OK ですね。はい。ちなみに、えー、次の、 えー、次のコミットは何かというと、えー、ここ、ここ今からやってるから、次はこれですね。えー、あと、プラスマイナスオペレーター、えー、もう今日はやらないですけど、えーあ、プラスオペレーターとマイナスオペレーターが処理できるようにするみたいな感じですね。 でテストのコードとしては、えー、5プラス20マイナス4っていうのを入れると、そうすると21が返るみたいな、だから計算ができるってことですね。そういうのをやるという感じですね。まあなんか計算ができるっていうとすごそうだけど、ああ、でもなんか先頭からプラスとか見て判断、判断するみたいなコードが入ってますね。 うーんちょっと拡大できなかったか。あ、できないわ。拡大できない。こうか。うん、プラス。ああ、だアッド命令あ。ガスのアッド命令とサブ命令使って計算ができるというような感じの音をやってますね。他のものがあったらエラーを表示して終了すると。あ、また次回もなんか骨が折れそうですね。 はい。ということで、えー、一番最初のコミットですけど、えー、実現できました。なので、次回は次のコミットをやってみたいと思います。結構、どのぐらいあるのかな数わかるかな多分、このぐらいまでだから、314コミットですね。<laughs> 毎日やっても1年ぐらいですね。うん、なるほど。 まあ、進んできたらもうちょっとペースが上げれるかもしれないですけども、まあ今日はこれで終わろうと思います。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。